大仙領古墳は日本最大の古墳にして前方後円墳の代表例。宮内庁は、モーズ、耳原中領と呼び、仁徳天皇の領母と自情している。画像は国土交通省国土画像情報をもとに作成。古墳とは、東アジアにおいて、位の高いものや権力者の墓として、墳丘墓が盛んに築造された。本校はこれ以降、 特筆しない限りは、日本の古墳について解説する。古墳という日本語は、古代から近世にかけては、個人の墓全般を指す語であったが、墳球を持つ墓が知られていたより古い時代にも、存在することが考古学の発展によって判明して、以来、前方後円墳出現以降の、墳球を持つ古い墓を指す語に変わり、弥生時代に続く古墳築造の流星期を、古墳時代と呼ぶようになった。 現在の日本史では、一般的に3世紀半ばから7世紀頃にかけて、日本で築造された、墳丘を持つ墓、高塚の墳墓を、古墳と呼び、他方、弥生時代の墳丘墓は、墳丘墓、奈良時代の墳丘墓は、墳墓、中世の墳墓は、中世墳墓、近世の墳墓は、近世墳墓と呼んで、それぞれに区別する。また、現代日本語の、古墳は、 国際的に通用する普通名詞として用いるか、日本の古墳のみを指す固有名詞に近いことして、用いるかという、未だ明確に定義されない異なる語義が並立しており、この点に断りなくどちらか一方の意味で用いられることにより、時として祖語が生じる。現代日本語、古墳に相当する現代英語は古墳が通例であるが、エンシェントベディアルマウンドなどマウンドに説明を、 付け加える形でのかなり曖昧な言い回しも多く、特に日本に限定する場合は、インジャパンを付け加えるなどする。考古学者、松本豊種は、ため池造成や水田経営を積極的に進めた豪族たちが、自らが開発した地域を見渡せる場所に古墳を造営していったと説明している。古墳は、規模や化粧方法の違いによって類別されるほか、 その平面形状、さらに埋葬の中心施設である主体部の構造や形態によって細かく分類変年されている。紛丘の築造にあたっては、森土部分を堅固にするため差出度や粘性度を交互に突き固める半築工法で築成されるものも多いこと。こうした工法は、アスカ時代や奈良時代に大規模な建物の基礎を固める工法として広く使用されていることが、 修繕寺の調査などで判明している。北海道式古墳として末期古墳がある。7世紀から10世紀に東北地方北部や北海道で作られた墳墓で映像塚とも呼ばれる。古墳は規模、形状、及びその他の要素において、弥生時代初期の母性と比べると大きく異なり、弥生墳丘墓からも発展している。 古墳は特定少数の埋葬法であり、同時代の集団構成員の墓と大きく隔たっており、地域的にも不均等に出現する。古墳の発生は母性の単なる変化や、早々観念の変化にとどまらず、社会、政治の全般に関わる問題として現れた。古墳発生の問題は、戦前から議論されていた。その中で、この問題を、 日本古代国家の形成途上における政治史の課題として位置づけたのは小林幸夫であった。具体的には伝説教論と同伴教論を展開した。この両論に疑問を表明したのは後藤森和、原田大六、森孝一、伝説教論に疑問や同伴教の分有関係の解釈について斉藤正氏、系統的、理論的に批判した内藤明。 鏡の玉物、与えだけを持って、大和政権と地方主張との政治関係の成立を考察するのは困難とする西島貞夫などがいた。ここでは日本における周知の古墳の数について解説する。周知の古墳は周知の埋蔵文化財放送地の代表的な一つであり、未調査、未認定のものが加わったり破壊されて消滅することによって数が変動する。 都道府県別で最も数が多いのは兵庫県であり、この順位が変動する可能性は目下のところ低い。しかし2位以下は大きな変動を見せている。また、北海道、青森県、沖縄県には消滅したものも含めて一気も存在しないとする研究者がいる一方で、それらの地域にも古墳の存在を認める研究者もいる。古墳のコンピュータグラフィックと 外観写真左は、現況の 3DCG でなかつ、山古墳の全集画像である。中央と右は、現在の中津、山古墳の外観写真。埴輪も含めて、王子の姿を復元された五色塚古墳は、日本で最初に復元整備が行われた古墳である。日本の古墳には、基本的な形の円墳、方墳をはじめ、長方形墳、六角墳、八角墳、 双方中円墳、上円下方墳、双方中方墳、ホタテ貝形古墳などの種類がある。また、前方後円墳、前方後方墳、双円墳、双方墳などの山が二つある古墳もある。主要な古墳は、山が二つあるタイプの古墳であることが多い。その他、墳球を石で構築した、石、石塚、石室に宣刻、絵画などを施した、装飾古墳、 石室の壁に絵画を細くした壁画古墳、埋葬施設の一種である横穴などがある。死者が葬られる埋葬施設には様々な形状が見られる。古墳は富士すなわち木を植えず大規模に封じて造成された。完成後は手を加えがたいあるいは足すら踏み入れがたい、新域のような区域になり、何らかの思想を背景にあえてそうしたのか。 単に放置するしかなかったがゆえかはわからないが、盛られた土壌を苗床にして、自然の植生が施設全体を覆ってゆくに任せる状態になる。長い時間の経過により、あたかも自然給料のようになる。つまり、王子の古墳は、自然豊かな環境の中に忽然と現れた巨大な幾何学的人工構造物であったが、今では、 ほとんどの古墳が植生豊かな自然の領域に変容している。周辺が民家やビルの立ち並ぶ市街地になった古墳も多く、そういった古墳は王子とは正反対に人工構造物に囲まれた緑地になっている。なお、五色塚古墳や森将軍塚古墳のように造成当時の状態に復元されたものもある。古墳に用いられる埋葬施設には、 縦穴系のものと横穴系のものとがある。高塚山一号墳の石室、元は兵庫県神戸市垂水区多門町に分布する高塚山古墳群に属していた古墳の石室で精神中央公園に移されたもの。縦穴系のものは築造された墳球の上から穴を掘り込み、その底に棺を据え付けて埋め戻したものである。基本的にその構造から、 水槽はできず、埋葬施設内に人が活動するような空間はない。縦穴式石閣、粘土閣、箱式石棺木管自家層などがある。このうち、縦穴式石閣は、墓口の底に棺を設置した後、周囲に石材を積み上げて、壁とし、その上から天井石を乗せたものである。古墳時代前期から中期に成功する。粘土閣は、 墓工程の木管を粘土で何重にもくるんだもので、縦穴式石閣の簡略版とされる。古墳時代前期中頃から中期にかけて成功した。箱式石管は板状の石材で意外の周りを箱状に囲い込むもので、縄文時代以来の埋葬法である。木管自家層は墓構内に顕著な施設を作らずに木管を置いただけのもので、弥生時代以来の埋葬法である。 横穴系のものは地上面もしくは墳丘築造土壌の面に構築され、その上に墳丘が作られる。横穴式石室、横口式石閣などがある。横穴式石室は通路である、沿道部と埋葬用の空間である、原質部を持つ。石室を上から見たとき、沿道が原質の中央につけられているものを両袖で敷き、沿道が 原質の左右のどちらかに寄せて付けられているものを、片袖式と呼ぶ。原質内に安置される棺は、石管、木棺間質棺など様々である。原質への埋葬終了後に、沿道は閉塞石や扉石で塞がれるが、それを開ければ追葬が可能であった。古墳時代後期以降に成功する。予告知識せっかくは、 本来石室内に置かれていた石棺が単体で埋葬施設となったもので古墳時代終末期に多く見られる古墳時代には死者を棺に入れて埋葬した棺の材料によって木棺、石棺、陶棺、管室棺,棺などがある木棺のうち栗抜き式のものは巨木を縦に二つに割ってそれぞれの内部を栗抜き蓋と水戸が作られたものと考えられ 先竹形木管と呼びならされている。ただ、巨木を二つに割れるとは言うものの、竹を二つに割るように簡単にはいかないので、用語として適切かどうかを指摘する者も,もいる。次に、組合式と言われる木管は、蓋、底、左右の側板、計四枚の長方形の板と前後の方形の小口板、時には別に仕切り板がつくこともあるが、二枚とを組み合わせて作った。 木管は土に埋め土を被せていた。古墳には大小様々あり、その体積を計算すると前方後円墳に限定しても約210万立方メートルの大線量古墳といった巨大なものから約400立方メートルの小型のものまで差が大きい。古墳の体積から必要労働力を推定した研究はいくつかあるが、その中でも認得天皇陵とされる。 大占領古墳について大林組が算出したものが聖地である。大林組による算定にあたり、いくつかの前提、推定が与えられている。総工期15年8ヶ月、捜作業員数680.7万人、総工費796億円上期の労働力推定の研究にとって体積の把握が大前提となっている。一方で、 中国では、三国時代の二の数学者、劉期が、著者不明の紀元前の数学書、九章三術の数学問題の注釈本として263年に、表した、九章三術の間期、第五、将校に、明国の総体積、一人一日で運ぶ、体積、妊婦数を求める例題がある。263年といえば、日本では、古墳時代の最初期に相当する。 原文字は、旧時代。約ものは、現代の補足。今、有名国、神広史二条、某七条。下、広史朝坂、某四条、新六条五尺。問い、関期化。遠い枠、五万二千尺。はじめど、上り来たる二百歩、最優の間一里、歩道、行五十八里。六人とも車、車載三十四尺七寸。問い、 人いたる赤弱及び、用途各機関。遠曰枠、人いたる二百一尺五十分尺の十三、用途五十八人一万六十三分人の三千百四十六。術枠、も一社赤尺上ほど行歩するため実る。おけいまり来たる歩数、か、採掘の間一里、もっくるま人上のためぽう。ジョコレ、所得一人、ところいたる弱。 いところ至る役赤弱、用途人数。隆起中、九章三十巻、第五、将校書き下し文字は新字体、文は、文語体。今、名国あり、上、高二条、坊七条、下広八坂、坊四条、新六条五尺。問う、脇は木かぞ。答えにのたまう、五万二千尺。土をのして往来することに百歩、左右の間一里、ほど、 行五十八里。六人、車を共にす。車に始めすること三十四尺七寸。問う、人の至るす赤尺及び用途、おのうのきかぞ。答えにのたまう、人の至るすこと二百一尺五十分尺の十三、用途二百五十八人一万六十三分人の三千七百四十六。術にのたまう、一社の赤尺をもてほど、候補数に乗じて、みとなす。 今の往来歩数を置き、左右の間一里を加え、車六人を持って、これに乗じて、方等なす。これを除すれば、得るところはすなわち一人の至るすところの差しなり、至るす所を持って赤尺を訳せば、すなわち、用途の人数なり。交互解釈例文は、交互体。括括弧、内は、補足文。丸括弧内は、解説文。今、明国がある。上は、 高2乗、棒7乗、下は高8尺、棒4乗、深さ6乗5尺。問体積は、いかんほどであるか。答えに言う、5万2千立方尺。荷車に土を積載して往復することに100歩、積み下ろし分は1里、規定の仕事量は歩行距離58里である。6人で1台の荷車を共に使う。1台の荷車の積載量は34.7。 立法弱。問う、一人が運び出す体積及び必要な妊婦の延べ、人数は、それぞれいかんほどであるか。答えに言う、一人が運び出す、体積201プラス1350立法弱。必要妊婦数258プラス3746163人。術に言う、荷車の積載量を、規定の仕事量の歩数にかけて、見とする。 今の往来の歩数を置き、積み下ろし作業分一理を加え、車六人をこれにかけて、法とする。見法で割れると、得られた値は、すなわち一人の運び出す体積である。その体積で、明国の要石を割れると、すなわち、必要人歩数になる。この内容から、古代中国では墳母を築く際、その土木工事の試行計画に体積を用い、 労働力の計算を実際に言っていたことを伺い知れる。日本でも古墳築造時において設計値としての土量あるいは体積が古墳の計画的築造を決定、把握する上で非常に重要な数値であったとする考え方がある。中国には埋葬に関して構造と白葬という二つの対立する考え方があった。両者には 葬儀が手厚いか簡略かの違いがあり、その考え方の違いの根底には異なった、非正観が存在していた。墳丘を作っているかどうかで、高層か白層かの違いを区別することができる。つまり、死後、墓とした土地を永久に占有できるかどうかで区別する。日本の古墳時代は、高層から白層へと形式が移行したことで終わりを遂げ、アスカ時代が到来した。 飛鳥時代中期にあたる大化2年の3月に発せられた御事のりは、研究者が四部構成と解釈する長文であるが、その第一に述べられているのが、日本初期末期、第25の高徳天皇期に、大化2年3月上として所集されている、白草の章、いわゆる、白草令である。大化2年3月水の問一日木のえ消費、賃機器、制度の、君、海藻の民味、 この奏者、元高ため墓。ふふ不じ感覚足もっき骨。衣襟足もっ肉汁を乗れ。壊れ栄子の急遽。腐食の血抑止、と白雪行淵そのところ。ぶくら金銀道鉄。一目瓦牙木。合わせ古ぬる者。修礼の儀。ひ漆再会三杉、飯含む無意趣玉。むせ玉樹玉。食俗書稲荷。またぴ。 夫奏者倉なり、欲人の不特みなり、のもの、我が民品税、専用英語、心賃その性、尊卑死別、夫王以上の墓者、そのうち、長九尺、広五尺、その外域、肩九広、広五広、約千人、七日四喫、その総除以上等、用白布、有事者、上心の墓者、そのうち長広及び中、皆順五条、 その外域、片七広、高三部広、約五百人、五日敷津。その掃除、胃腸灯、用白布、丹治行の。家臣の墓者、そのうち長広及び中、皆順路上。その外域、片五広、高二広半。約二百五十人、三日敷津。その掃除、胃腸灯、用白布、また順路上。王妃と、精進の墓者、そのうち、 長九尺、高広角四尺。不風子大乱。約百人、ついたち四幾。大霊以下、招致以上の墓者、皆順王妃人。約五十人、ついたち四幾。桃井か、招致以上の墓者、余裕小石。その胃腸を通う、余裕白布。庶民坊寺、牧眉王子。その胃腸を通火曜宗布。ついたち惑盆王以下。 およびいたり庶民、不徳栄上がり。凡事、紀内、および諸国等、規定一緒。しかもししうまい、不徳を愛算まいり凡人死亡の時、若へじ順、あるしぼり人順、および強順傍人の馬、あるため傍人。蔵品応募、あるため傍人。断髪さすまたしかも中。ジョコの粉属。一回出段。ある本運、ぶくら金銀金量後あやぎぬ。またいわく 凡事初心及びイタリウミン、不得用金銀。縦優位賞、反諸金者、必ず罪その属。日本初期巻、第25.1万豊か日、天皇皇徳天皇、臣が聞いたところによれば、と皇徳天皇が語り始め、制度の君が民に戒めて言うことにはと話を進め、前段で、制定の意義を解き、後段で創生の内容をこと細かに述べている。 引用元は明らかに、銀紙の巻一、部定記と巻二、分定記であり、よって、ここでの、精度の君とは、曹操と曹比のこととわかる。内容を見るに、従来の墓の規模に比してはるかに縮小しており、簡素化している。つまり、高層の時代は過去となり、世は、白層の時代へと移行していた。これらの知見から判断して、現代の研究者は、 大化2年に敷かれたかかる創生を白創生と呼ぶようになった。この御事のりが発せられた社会的背景として、高知公民性との関わりを指摘する研究者もいる。未洞窟古墳とは、人が埋葬された状態のまま、一度も洞窟されていない古墳を言い、全国で年間数十基が発掘されている。未洞窟古墳の重要性は、遺物と遺構の位置関係を、 当時のまま伝えてくれるところにあり、その情報が記録されていなければ価値を大きく損ねてしまう。また、複数の埋葬施設を有する古墳では、そのいくつかが未洞窟状態で残されていることがあり、そのような場合は、純未洞窟古墳などと呼ばれる。古墳が洞窟されることなく、残されたパターンは、次の二つがある。一つは、そこが古墳であると認知されていなかったというパターンで、 中世に山城として利用された滋賀県行きの山古墳などが当てはまる。もう一つは様々な理由で掘ることができなかったというパターンで、墓守によって守られていた地震などによって石室が崩落していた墳町からかなり深い場所に埋葬施設があったなどがある。また、最近の調査では未洞窟、またはほぼ未洞窟であることが判明した場合、 あえて発掘せずに埋め戻すこともあり、2010年に調査された兵庫県庁、小山古墳などは、その一例である。天皇、皇后、皇太后が埋葬されている、御両と皇族の埋葬されているお墓を合わせた両墓と、両墓の参考地は、近代以降現在では、宮内庁が管理下に置いている。宮内省及び、後進の、現、宮内庁は管理下になる両母について、 学術調査を含む一切の立ち入りを厳しく制限しており、日本史研究会や歴史学研究会等の学術団体の調査要求であっても、基本的に拒否の方針を取ってきた。発掘許可がほとんど降りることなく、降りたとしても極めて限定された範囲に抑えられているため、かかる分野の考古学研究は重要な部分の知見を書いたままでの発展を余儀なくされてきた。 なお、寮母の埋葬者の否定は、江戸時代の儒学者、国学者などの手による文献研究を踏襲し、明治時代に宮内省が決定したもので、その後の考古学研究の進展により、緻密な変年作業が進展し、考古学者の否定と祖語が生じているものも見られるようになった。宮内庁が管理する寮母は、近畿地方を中心に、北は山形県から南は、 鹿児島県までの1と2府30県にわたって分布している。2020年時点での内訳は、寮 188, 墓 555, 分骨書、仮想塚、灰塚など寮に順ずるもの 42, 上初め等など 68, 寮母参考地 46, 総計899に及ぶ。区内庁が管理する寮母を、分級庁の長い方から順に上げれば、以下の通り、 内容は、左から順に、1、区内庁管理課の分母のランキング、二丸括弧内に、区内庁管理外の古墳も含めた全国ランキング、3、区内庁事情の埋葬者名に準じた名称の一つ、4、丸括弧内に、考古学的名称、5、分級の前兆。区内庁は、式年祭等の祭祀を、現在も行っており、 両母の性案と尊厳の保持等の理由で、補修時の限定的な見学を除いて、両母の学術調査を規制していた。しかし、2005年に、日本考古学協会などの15の学会が調査を認めるよう要請したことを受け、2007年1月に両母管理の内規を改め、分級部への立ち入りや写真撮影を認めるようになった。最初に許可が降りて調査されたのは、 2008年2月に実施された神宮皇后両であった。その後、3期を経て、2011年2月18日には、王神天皇両に天皇両で初めての許可が下され、同月24日に調査された。2013年2月20日午前実施の山戸ととひももそひめいの時代死後。 同日午後実施の田らかの王女ふすま電領など、この日までに9つの寮母で立ち入り調査が行われている。2015年2月20日には、天示天皇漁の調査が、同年12月4日には、蛍光天皇漁の調査が行われた。2018年10月15日には、ユネスコ世界遺産に登録されて間もない、任徳天皇漁に許可が下され、11月22日に、 宮内庁と堺市が共同で発掘調査を実施したが、これは宮内庁が外部機関と共同で行う初めての発掘調査となった。研究者は、両母の文化財としての側面を認めるものとして歓迎しており、発掘を含めさらに調査を拡大するように求めている。環境の影響という面でも、高松塚古墳壁画が劣化した例に、顕著なように、 外部から持ち込まれたものが汚染を招くという事態が多くなっている。観光家に伴うこうした例は地域振興と密着しているために根絶を求めるのは難しく、古墳や景観保護のため環境負荷を最小限に止めるのが今後の課題となっている。古墳の破壊も後を絶たない。古墳時代にすでに古墳が破壊されていたことが発掘などにより判明しているが、 これらは政治的意図と思われる。しかし、年月が経過すると土地使用に供するために古墳を破壊するようになった。古くは平城風建設のために市場古墳の一部などが破壊された。農地のための破壊は歴史を通じて見られた。中世には高台や水号を備えていたことから城塞への改修に最適地形とされ、特に 三好長慶や松永久秀によって多くが破壊された。近代、中でも第二次世界大戦後には宅地造成を自由に数多くの古墳が破壊されてきた。大戦後に破壊された最大の古墳はモズ、大塚山古墳である。全長168メートルを誇り、大阪府堺市西区に所在したが、1949年の 宅地造成工事で全てを削り取られて消滅した。その後、1955年、破壊の危機に瀕した堺市のいたすけ、古墳の保存運動などをきっかけに、古墳は保存すべき文化財であるとの認識が広まる。大規模な破壊はなくなっていった。しかしながら、2005年には、古庫古墳が破壊されるなど、小規模な古墳の破壊は後を絶たない。また、 工事の最中に発見された小さな古墳が公にされないまま文化に対する価値観の低いものによって破壊されている可能性は常にある。日本にある近現代の遺跡の名称はその遺跡の古来の所在地名に倣ってその地の大技や障子をつけることを原則にしている。これは大技や障子がその地の古来の地名を引き継ぐ形を取った近代行政地名であるがゆえんである。 古墳も決して例外ではないが、山、塚などといった古来の名称が当該地域に伝承されているものが多く、そのような古墳の固有名詞的構成要素は当該地域のあざなと同一であるケースが当然に多い。しかし、それが、例えば、天神山、浅間山、東下山、観音山、大塚山、茶臼山、丸山、双子山、月山、狐塚、鬼塚、 富士塚、甲信塚、双子塚、車塚、塚穴などといった地名は日本各地にいくらでもある。また、中には同じ両政国内や同じ軍内に複数存在する場合まであり、そういったものは市町村合併が進行につれてますます増加傾向にある。狭い地域内だけで管理するには対して問題にならない地名の重複であるが、 全国など、広範に管理するのには、どこの、山かどこの、塚か,かなどと個別に呼び分けることが欠かせないため、異変や和田山古墳、埼玉東海山古墳、江田船山古墳、モズ大塚山古墳などと、大技、またはそれより、上位の地名を付して故障するのが通例となった。もっとも、それらはあくまで管理上の名称であって、当該地域に、正しい名称として、 押し付けるような種類のものではない。長崎県壱岐市にある、掛木古墳や、平山古墳のように、元の土地所有者の名字を固有名指摘構成要素と、する珍しい古墳名もある。3DCG で描画したおかみ山彩古墳ヨーロッパの、城塞の形態の一つである、モットベイリーは、青銅器時代の墳丘墓が堀と高台を備えている、ことから、この地形を利用して構築されることもあった。 同じように古墳も堀と高台を備えているため、この地形を利用して、後の世に城塞が築かれることもあった。都道府県の記載順は ISO3166 からに JP に準じる。ありがとうございます。